こんばんは、ビビです。よろしくお願いします。私は普段しゃべる仕事をしてるんですけれども、ここのライブとかの MC になると途端にしゃべれなくなる人になってしまいまして、今日もちょっと MC 用の言葉を考えてきたんですけど、それを作るとちょっと漫才みたいになっちゃうから、ちょっとそれはやめようということで、今日はこちらの素敵な会にお招きいただいてありがとうございました。ピアノサークルの皆さんも知ってる方も、ラインで知り合った方とかもたくさんいらっしゃって、すごくアットホームな空気の中でやらせていただけるということがすごく幸せだなと思います。今日私が用意した曲は、ピアノ曲が2つと最後に歌をやらせていただくんですが、一番最初にやらせていただく曲はショパンのバラード、バラードを生涯彼は4曲作ったんですけども、その中の1番という曲をやります。この曲は最近だと羽生結弦くんが、フリーの演目の中で使っていたっていうのが記憶に新しいと思うんですけれども、そうですね、私が感じるこの曲のイメージはやっぱり長いので1曲が10分近く長いっていうのと、すごく難しいっていうので、集中力 と、そうですね、技術力とかそういったものがいろいろ必要となるので、すごく私としては挑戦する曲にあたります。で、今日弾いててもすごくこう自分自身と向き合うというか戦うという部分があるので、今日はそれをちょっとさせてもらえるということがありがたいなという部分と、ちょっと自分の技術がまだまだ至らない部分もあるので、耳障りに迫る形かもしれませんが、温かい目で見ていただけたらと思います。そうですね、何言いたいか忘れちゃったんで、ちょっとあとは、はい、心を落ち着かせてちょっと弾いてみたいと思います。お願いします。Thank you.
瞬一瞬我に返っちゃう部分があって課題部分がいっぱいあるなと思いました。ダメだねちょっとはい、気分を変えてじゃあ2曲目の曲を弾かせてもらいます。練習期間がバラ1がとにかく難しかったから本当に8対2もしくは9対1ぐらいの割合で練習をしてて、もう一つの曲はリストの愛の夢という曲なんですけれど、そうですね、もし誰か会いたい方がいたら夢の中でしか会えないって思ったらどうかなっていうイメージを持ちながらちょっと弾かせてもらいます。私が会いたい人っていうのはいるんですけれども、それは曲の最後にお伝えします。はい、お願いします。Thank you.
ありがとうございます。私が、会いたいなって思ってる人は早くに、父が亡くなったんで、今でもまたお父さんに会いたいなっていう気持ちはあります。はい、ピアノはじゃあここまでで、あとは歌を歌います。お願いします。お願いします。伴奏が町野さんでお願いします。すげえな。いやダメだよ、ちょっと。今後ね、ピアノ弾く気になってほしいですよ。伸び伸びした、パンさん。それがすごい好きなんだっていう話をして、で私が、まあ、たまたま北京語がなんちゃってですけど喋れるから、もしだったらちょっとやってみて歌ってみようよって言ってくれたのがきっかけで、これからやる曲がフェイウォンの家にっていう曲なんですけれども、その曲をちょっと、練習してチャレンジさせていただいています。でこの曲はですね、歌詞をそのまま訳すと、私はあなたのためだったら自分の名前を捨てても構わない、ただ1秒でも長くあなたの心にいることさえできればという、本当に熱い女性が相手を思う気持ちを歌っている歌です。で、そうですね、私がこの曲に感じるイメージは、人を好きになるってすごく強い決意が必要というか勇気が必要なのかなって思わせる歌なので、まあちょっと心を込めて、もう厳しいんです町野さんが歌の志望とか、ね、もっとこうしたいんだっていう熱意がいつも強くて私負けちゃうんですけれどもまだまだ足りないねっていう、すごく向上心の強い方なので、いい刺激を受けて育ててもらってます。じゃあファイゴンのユニを歌います。お願いします。そういうことを言ってお手柔らかにお願いします。
ありがとうございました。